今日も引き続きですね、フィジーのお話をさせていただきたいと思います。今日ご紹介するのはこちらですね。フィジー代表のセブンスのキャップ。15年生じゃないよ。色が違う。うん、ね、これね、非常にクオリティが高い。帽子でこんなに感動したのは初めてだってくらい気合入ってる。なぜかって、まずね、サイズはワンサイズ。後ろで調節やつで、ユニセックスって言われても男女共同だよね、うん、で、それはいいじゃん、そこまでは。で、ドライフィットって書いてあるんだよね。ナイキドライフィットテクノロジー moves sweat away from your skin for quicker evaporation、 速乾性ある、 helping you stay dry, comfortable and focused。 そうそう、すごい汗がバン、ベッド帽子よくかぶるんですよ、私。かなりこういうところは汗だくになったんです、じゃあそのとこあると、それが速乾ついてますよって話で、でね、こうフィジーエアウェイズ刺繍、ナイキ創始刺繍、うん、ここだけ可愛いね、ここがこういうちっちゃなパッチがあんま大きくない、そうなのよ、そこよ、そこでね、このね、なんだろうこれ、なんなんだろう、このここの、なんて言えばいいの、ちょっとちっちゃい、ツバの中のちっちゃい部分うわ、薄いのよ、すごい。周りは硬いんだけど、真ん中だけ柔らかいみたいな、初めてパターン、すごいよこれ。中はですね、いつもここね、真ん中頭頂部のところは金属なので、ちょっと金属アレルギーの方はご注意ください。で、後ろはこれ、このなんか名前はわからない、パチパチ、パチパチくんね、パチパチくんのタイプで、ね、メインのボディのところがあれになってる、メッシュ、かなりメッシュね、つけてる、つけてます、ね、そうそう、かなりね、いや、高クオリティやな、これこれ高クオリティなんですよ。なん、どれが違うんだろう、普通の帽子と。すごい被り心地がマックスでいいんだ。なんなんだろうこれ、硬さとかゴワゴワ感がないのよ、一切スッとくる、スッと、ええやんか。まあナイキさんですからね、ドライフィットですから、あすごいよね、すべてがすごいよね。このナイキのね、久しぶりにタグを見ますよ、タグがすべてを語るシリーズね。まず、まあ、ナイキのタグがついてるじゃん、はい、もう一個はこのナイキ×フィジーラグビー、うん、このタグとかがさ、まあ、パッと見ただ書いてるだけっぽいじゃん、うん、もうね、このプリントが、ちょっと触ってみ、 3D 感っていうか、ツルツル感っていうか、わかる、ナイキっぽいね、ちょっと引っか、わかる、ちょっと引っか、なんて言えばいいのこれ、ちょっとこっちマークの方ね、わかるでしょ、クオリティ高いんですよ、このプリント自体が。ただ、印刷しただけじゃなくて、うん、そういうとこよ、もうエクスクルーシブプロダクトって書いてあるからね、もうナイキがフィジーラグビーのエクスクルーシブ持ってますよっていうところですよ。すごいですね、いやすごい、これはクオリティ高いよ、ほんといいなと思いますよ。ちなみにどこで使われてるの、これボディは 100% ポリエステルです。なんて言ってたっけ、あ、そう、日本語書いてある、これすごい、パネルラブもポリエステル、中国じゃないって話しましたよね、ベトナムだっけ、ファイナルアンサー違うっけ、じゃあファイナルで、ファイナルアンサーでいいですか、イエス、ジャカルタって書いてある、ジャカルタ、インドネシア、それがあなたが好きで、ロブラメイドインインドネシアですね、これうっちゃーん、ベトナム製って書いてあるこれね、じゃあタグがすごい初めて見るパターンなんだけど、日本語めっちゃ書いてあるのよ、うん、で、そこにいろんな言葉でデカシと書いてあるから、なんなんだろうね、韓国語も書いてある、日本語も書いてある、あとこれ英語かな、ちょっと読めない、英語かな、英語じゃねえなこれ、何語かわからない言語を書いてあって、最後のタグに書いてあるのがジャカルタの住所なのよ、最後なんだけど、一番最初に戻るとベトナム製って書いてあるってわけですね。タグの謎はやっぱり奥が深いな、タグっていうのはね、皆さん、私レベルにね、ぜひね、このタグを見てくださいね、うん、ベトナム製ですね。ということで、さっき言ったじゃん、 T シャツはどこで作られてるんだっけ、スリランカですよね。で、こいつがベトナム、あ、こいつがベトナムなんだよ、これですよね、もうこの、この県内か、この辺ですよ、こっちでもじゃないんだよ、この辺なんだよね、飛びで来てるもんね、ちょっとね、わかんない、なんでなのかちょっとわかんないけど、かなり来てるね、うん、それはもう間違いね、うん、
ナイキさん独自だよね、そういうところはね。いいな、さすがですね。はい、まあ間違いないですからね。で、今回ね、この帽子とこの T シャツも紹介しましたけど、この前さ、あれ紹介したじゃん、あのキーホルダーとかピンバッチとかさ、あれも入ってきた。つまりフィジー系のグッズ結構入ってきてるってことあるんですよ。まあ、なんでって言ったらもちろん来年の方を見越してますが、ちょっと言っちゃうっていい、もうちょっとだけ言っちゃうと、結構うちもうどんどん行くからね、来年に向けてどんどん契約とかして、この前契約もしたけどね、1個ね、まだこれ全然大発表してませんけど、今裏で契約はしたんだけど、何をやるかを詰めてるところだからあんまり言ってないんだけど、実はあのサモア、サモアラグビー協会とのうちも契約、私がサインしました契約しましたからね。というわけでサモアグッズもこれから入ってくる予定はありますからね。というわけで、このアイランド系ね、のチームをちょっと行こうかなって、攻めようかなっては思ってます。でも来年ね、パシフィックネーションカップっていうのが復活するんで、だからジャパンも含めて、ジャパン、フィジー、トンガ、サモアの4カ国対抗をやるみたいなんで、まあそれに向けてね、それはもう先手先手ですね、先手先手で行かなければいけないということでやっております。はい、なのでですね、よろしければこのフィジーのね、まあちょっとまあ時期的に寒めだけどね、これまあまあまあ見ていただければと思います。こちらもですね、海外取り寄せがメインになってますので、あんまりお店には置いてないかもしれませんが、よろしければお店の方で言っていただければ取り寄せとかできますのでね、いただければと思います。はい、よろしければ見てみてくだ